Laissez jouer le scorpion. Et salut et bienvenue. On se retrouve sur le 32e épisode. On est à la tour du palais divin et on va savoir ce qui s'est passé vu que Son Goku a été assommé par Vegeta. Alors, Goku avait demandé à Dende de soigner ses blessures, Krillin et les autres lui exposèrent ensuite la situation. Quand tu te fais soigner les blessures, tes vêtements sont réparés, c'est génial. フュージョン。融合ですね。メタモル星人の得意な術だ。知ってんか、デンデ。そうだ、あの世であったメタモル星人から教えてもらった術さ。力や体の大きさがかなり近い場合にだけできる合体技なんだ。つまり2人が一つに融合することでそれぞれではできない。30分したら元に戻っちまうんだけど。なるほど。ご飯かベジータ、どちらかでも生きていればとてつもない戦士となり、だが今は二人とも、もしかしてさ、中で寝ている二人、ゴテンとトラックスは力もできないのか。いいぞミスターポポ、その手だ、その手。ピクロ、ギリギリまでオラがチビたちにフュージョンを教えるけんど、あとはおめえが引き継いで修行して。よし、いいぞいいぞ、あのチビたちならやれ。ただしトランクスとゴテンがフュージョンとやらを完成させるまで、それまでには相当な数の人間が魔人ブーの犠牲になるだろう。これは賭けだ、耐えねばならん。もし絶滅させられてもおめえたちとドラゴンボールさえ。なんだ、急に暗くなったぞ。これはシェンロンが出るんか。なんでドラゴンボールを集めて持っていたのはブルマさんだろう。まだ事情は知らないはずだ。何のためにシェンロン。そうか、ベジータは武道会場でたくさんの人たちを殺した。それを生き返らせようとしてるんだ。まずいですよ。今3つの願いを叶えてしまうと、今度は1年後にしか。すぐに行って止めてくる。悟空が推測した通り、ブルマたちはドラゴンボールを使ってすでにその願いは叶えてしまっていたが、悟空が割って入り、シェンロンは消え、次にドラゴンボールが復活するのは4ヶ月後。何が起きているのか分からず不安なブルマたちを避難させるため、そしてここにドラゴンボールの願いで生き返った者がいた。私は確かダーブラに殺されたはず。生き返ったのか、信じられん。海王神様、一体何が。おう、よし、生きておられる。海王神様、海王神様、よかった、間に合ったぞ。キビト、どういうことだ。お前は
確かに死んだはずです。しかもバラバラになって。はい、私も一体どうやって生き返ったのか不思議で。そうだ、君と急ぎなさい。ゴハンさんも危ない。え、絶対に孫ゴハンさんを死なせてはいけません。ん、これは海王神様と同じく危ないところでしたな。よかった、君とゴハンさんのパワー回復は海王神界についてからにしましょう。え、まさか人間を海王神界に踏み入れさせるおつもりなのですか。そうですよ。さあ急ぎましょう。死んでしまいますよ。はい、開会。海王神界、つまり私の世界です。え、海王神様の。本来この海王神界は人間がおろか神や海王ですら。あ、お宅は確か死んだはずじゃ。生き、いや、そうではない。私にもよくわからないが、なぜか生き返ったのだ。なんで僕をここへ。Z ソードを使って魔人ブーを倒してほしいのです。ゴハンさんならきっとあの剣を使えるはずです。ん、 Z ソード。お気は確かですか、海王神様。この私はおろか何人もの海王神様で。キビトは死んでいたから知らないのです。このゴハンさんの信じられないほどの。とてとにかく試しに行ってみましょう。その服装、この聖域に。おお、せっかくの。はい、on est avec Sangwan sur la terre de Kaioshin。この剣、はあ、引き抜いてください。私の知る限りこの剣を抜くことのできたものは。引き抜くんですか、この、うん、凄まじいパワーを得ると伝えられている。そう、おそらく。すっごくよく切れるってことかな。おっかなそう。心配するな、お前には抜けん。キビト、黙って見ていてごらんなさい。さあ、ゴハンさん、やってみてください。はあ、よし。ダメだ、びくともしない。よし、よし。スーパーサイヤ人か。まあ同じことだと思うがな。無理だ。何人もの海王神様が挑戦して抜けなかったものが。ほら、やった。なんと。200,000 XP。どうせ言わなきゃいけねえことだから言う。ゴテンとトランクスは無事だが、ゴハンとベジータは魔人ブーに殺された。父ベジータが。そんな。
僕の声が聞こえるかな、地球の諸君。今魔法でお前たちの心に話しかけてるんだ。目をつぶってみてくれ。これから映像を送ってやるからさ。僕はバビディという怖い魔導士だよ。そしてこいつは僕の家来のもっともっと怖い魔人ブー。なんだこりゃ。見えるかお前も。おう、どうなってんだ。実は今日不愉快な目に遭っちゃってさ、ある3人のバカたちを探してるんだよ。こいつとこいつとこいつ、この3人のバカが出てこないとどうなるか、これからちょっとだけ教えてあげるよ。さあ始めろ魔人ブー。ほい。やりやがった。もう一度言うよ。この3匹がどこにいるか教えるんだ。でないと5日間後には地球人は全滅しちゃうよ。じゃあ情報待ってるよ。あの野郎あいつらがベジータとゴハン君を殺したのね。みすみす犠牲者を出すことはない。俺が出ていく。ダメだ。おめえが死んじまったら誰がオラの代わりにトランクスとゴテンにフュージョンを教え込むんだ。殺されたみんなや破壊された地上はドラゴンボールで元に戻れるんだ。気にすんな。なるほど。嘘だ。パパがあんな奴に。そんな暇はねえぞ。悔しかったら新しい技を早く覚えて敵を撃て。分かったな。始めるぞ。ピッコロもよく覚えておいてくれ。よし、フュージョンの修行を始めるぞ。地球人の諸君、たった今なかなかの状さ、これから行ってみようかな。そこにいると早く出てきた方がいいよ。自分の住んでる町。くそ、家にはおじいちゃんとおばあちゃん。ソン君、今の聞いた？パパもママも殺されちゃうわ。それ大丈夫だ。ドラゴンボールで生き切れる。違うの。研究所が吹っ飛ばされちゃったら置いてきたドラゴンレーダーもパーよ。あのレーダー特殊な部品が使ってあるからそこいらじゃできないのよ。つまり二度とシェンロンは呼び出せないってわけ。え、困ったな。よし、トランクス、お急ぎで家に行ってレーダー持ってきた。ジンブーとバビディは大丈夫？おじさん、ああ少しぐらいはなんとかなるさ。それより急げ。やつら西の都に着いちまうぞ。
Allez, il faut se dépêcher, c'est ça qu'il a dit. Eh ben, c'est aussi simple que de rejoindre la lumière rouge. Trouvé, c'était pas compliqué. Yo, chotto chūkoku shi ni kite ii ka? Omei no sagashiteru 3 nin wa dakara sore made mate. Yokei na hakai. Nande matsu nda? Aa, omei ra o taosu tokkun wo shi. 僕たちを倒す、そんなのを待ってやるもんか。すぐにここに。だろうな。そう言うと思ったぜ。へへへ、面白い。おい、魔人ブーな。わかった、わかった。なんだおめえ。そんなに強いのに、バービン。うるさい。余計なことを言うんじゃない。魔人ブーは僕の家来なんだ。なんだ？再び俺を封じ込めたら、お前あいつに殺されるぞ。こいつめ。でもあいつ倒してやる。良い子みたいで嫌いだもん。ちっ、しょうがねえな。え、ils n'ont pas le choix。あ、c'est une cinématique。ベジータだってそれをやっても無駄だったろ。じゃあスーパーサイヤ人を超えた、スーパーサイヤ人をもう一つ超えてみるか。何？これがスーパーサイヤ人の状態。そしてこれがスーパーサイヤ人を超えたスーパーサイヤ人、スーパーサイヤ人2ってとこかな。くだらない変身だよ。大して変わってないじゃん。そしてこれがさらにそれを超えた。これがスーパーサイヤ人3だ。時間がかかってすまなかったな。まだこの変化に慣れていねえんだ。怖い顔になったってちっとも怖くないぞ。そういうことだバカめ。あんなのあっさり片付けちゃえ魔人ブー。Je me rappelle pas dans l'histoire que c'était aussi rapide qui transformait entre Super Saiyajin 3. Oh oh oh, les animations sont débiles. Tiens, mange ça. Oh non, il a réussi à me charger un bonbon. Manche. Faut pas faire de Genki Dama. Ah non, j'ai plus d'énergie, c'est différent. Allez. Allez, c'est moi qui t'ai foncé dessus. Il y a un petit bug d'animation là. Gengin Daba, il s'est transformé en version non transformée. Ok, non, c'est pas maintenant que j'aurais dû le faire.
Mais... Prends ça. Oh, il a esquivé. Facile.3人はだからそれまで何にもしねえで待っててくれ。強いのか。けっけっけっ、僕がそんなこと惜しいな。せっかく魔人ブーには楽し消えた。ほい逃げちゃ。お前がグズグズしてたからだぞ。バビディ様、俺いいこと思いついた。な、何いいこと？喋れないだろ？俺を封じ込める呪文も言えない。お前からいろいろ覚えた。もうお前に用はない。やっほー。さて、強いやつやってくるまで退屈だか。地球人全滅して遊んで。ブーエリブル。バビディがいなくなって、魔人ブーは計算なしで。どうした、ソン。さっきのスーパーサイヤ人3ってのはな、使うエネルギーが大きすぎてオラに残された。時間はあんまりねえ。それまでに何としてでもチビ2人にフュージョンをか。希望の星はあの2人だ。Qui savent pas c'est que Sangohan n'est pas mort。よし。もうほんの少ししか時間がなくなっちまった。おめえら気合い入れてやるよ。はい先生。二人の木の大きさを同じにする必要があるが、後で練習しておいてくれ。いいか、本当に難しいのはこれからだぞ。フュージョンポーズを二人全く同じに取るんだ。これからそのポーズを教えるから、よーく見て覚えてくれ。まず二人がある程度の距離を置いて立って、こうする。腕の角度に気をつけろ。フュー。腕を反対にしながら二人が近づく。この時動かす足は3歩分だ。ジョン。手はグーに変える。やはり足の角度に気をつけろ。はっ。こうして2人の指を合わせるんだ。外の足をピーンと伸ばすの忘れんな。どうしよう、かっこ悪いぞ。うん。じゃあ次は分かりやすいようにピッコロと二人でやってみっから、よーく見てろ。お、俺がか。こうやって鏡に映したみてえに二人で逆に動くんだ。フュージョン。はっ。よし、さあやれ。
ワン、ツー、ワン、ツー。悟空、もうそろそろ時間じゃ。あの世に帰るぞい。わかった。クロ、あとは頼んだ。ああ。悟空、元気でな。っていうのも変だが、元気でな。さようなら、孫くん。父、そう落ち込むな。おめえには御殿がいるじゃねえか。でも、もし魔人ブーに殺されちまったら。心配すんな。今やってる技が完成すりゃ、絶対負けやしねえから。あの世でご飯に会ったら、よろしく言っといてやるさ。うん。あの、私、ご飯くんはまだ生きてると思うんです。そうだな、生きてるといいな。はい。ではここまでじゃ。行くぞ悟空。なんだごてん。うん、わかった。おめえ父ちゃんに抱っこしてほしいんだべ。なんだ、だったら早く言えばよかったのによ。ごてん、母ちゃんを頼んだぞ。C'est pas vraiment un câlin, ça. あの野郎、演技でもねえこと言いやがって。よし、悟空。あとは自分で行けるじゃろ。お。サンキューばあちゃん。ご飯はもう天国に行ってん。ん？これはご飯。そうだ。なんで？おれ、よし。Allez, la transformation Super Saiyan 3 est disponible déjà. Eh ben dis donc, c'est rapide entre la deuxième et la troisième. Allez, fais demi-tour. Je veux voir ta face. Non, on peut pas quand t'es pas au sol. Hop là. Hop là. Alors, c'est la fin de cet épisode. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer et à lâcher un petit commentaire. Et je vous dis à de prochaines aventures. Ciao, bye bye.